クリメトン無線局とは、スウェーデン・ハランド県、バールベリ市のクリメトンにある、蝶長破送新局である。当初、バールベリの無線局の名称で、ユネスコの世界遺産に登録された。世界で唯一稼働可能な高周波発電機式の、蝶長破送新機を備えている。蝶長破送新アンテナは高さ127メートルの、自立型鉄塔6機の間に渡されたワイヤーで、 構成されているため、巨大な送電用鉄塔のように見える。高さ127メートルの自立型鉄塔1922から1924年に建設された。1950年代まではもっぱら、アメリカロングアイランドにあるラジオセントラルとの間で、大西洋横断無線電信の送信に使われた。1950年代から1996年の間はまた、 潜水艦への送信も行われた。そのため1968年にはトランジスタや真空管を採用した2台目の送信機が導入された。従来の発電機式送信機の 17.2kHz とは同じアンテナを使っているが、2台目の送信機は 40kHz 付近で設計されている。1996年、旧式となった。 発電機式送信機による運用を停止する。しかし送信機の状態が良かったため、国の史跡として指定を受ける。発電機式送信機の運用停止後も、年に1回アレキサンダーソンデーに限り、発電機式送信機による1 7 2ヘルツのモールス信号で特別記念局が開局されている。また夏季には送信機を見学することもでき。 アレキサンダーソンデーにはイベントが模様される。1960年代からの2代目の送信機は、現在もまだ、スウェーデン海軍が運用している。高価な周波数フィルターが必要となるため、アンテナを共用しての発電機式送信機との同時運用は不可能である。したがって、特別記念局からの送信は、希少価値が非常に高いと言える。同局は、 超長調波送信だけにとどまらず、単波体、FM 放送、テレビ放送の送信も行っている。1966年には 40kHz 用送信機のある建物の隣に地上高 260m の視線付けマストが建てられた。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ヨーロッパ道路6号線54出口でり、 国道153号線をバーナムーに向かって約5キロメートル進む。ゲーデスタット教会を通過したらグリメトンに向かって右折。約2キロメートル先の看板に従い左折。そこから1キロメートル進む。ドルフストープの手前にある標識に従い、グリメトン教会に向かって左折。約4キロメートル進む。教会前の無線局の看板に従い。 1>, 1キロメートルほど右折する。ありがとうございます。